はい、どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、ガチャを引いていこうと思います。サンサンパレードを、半額ですね、優勝ガチャ、10連が、半額であるので、それを1回と、こちらのね、イレブンアイズのコラボですね、コラボガチャのチケットが、105枚ありますので21連ですね、できますね。10連が2回と1連が1回、どっちを引こうかなとは思ってるんですけど、まあリゼロって狙いでこちらを引きますね。そして SSR 確定ですね、チケットの方が73枚あるので、10連だけね引かさせてもらいます。こちらはないですね。そしてプラチナガチャチケットがね、こちらも113枚あるので、20連だけ引かせてもらいます。武器はまだ引く気がないですし、ダンジョンチケットはないですね。38枚なので足りないので、このようなプランで、いこうと思います。まずはですね、サンサンパレード一番引きたいですね。サンサンパレード行きたいと思います。では参ります。さあ SSR 1枚来てくれ。誰かいい子が来てくれますように。ミッドウェイが振り返り、さあどうだ、息を呑む。おっと、虹が1枚来ましたね。ありがとうございます。さあ誰が来る。私の仕事は終わりなき世界を謳歌すること。ギャラルフォン、ありがとうございます。やあ黒騎士くん、相変わらずみなしごたちに愛されているみたいだね。その秘訣をぜひご教示願いたいものだよ。いやー、これからお世話になります。ありがとうございます。ありがとうございます。サンサンパレードをね、引かしてもらいました。ただギャラルホルンは 5% の中に入ってなかったです。まあいいでしょう。さあそしてで10連ガチャ、都合21回ですね、引けますので、まずは1回目ですね。これでどうなるか。ミッドウェイは来ず、光は残念 R ですね。さあそして50連をいきましょう。10連ですね。10連いきまーす。はい。チケットだからね。まあ、しょうがない部分はあるんですけど、ミッドウェイは来ず。さあ、どうだ。残念。残念。さあ、最後ですね。紫。虹色、おっとミッドウェイがやってきた。さあどうなる。まあ無料ですからね、無料ですから。さあミッドウェイがどう動いてくれる。動かず、残念。残念ですね。さあそしてこれは確定ですね、確定ですね。50枚なので、プラチナの方に行ってみましょうかね。プラチナを2回行きましょう。さあプラチナガチャ、まずは10連。おお、いきなりですね。あ、しまった、スキップを押してしまいました。申し訳ありません、スキップを押してしまいました。素晴らしい成果ですね。まあ持ってるからな、なんとも言えないですね。まあ当たりユニットキャラクターなのでありがとうございます。さあそしてもう10連いきましょう。
スキップを押したら面白みがないっていうのがよくわかりますね。さあ、残念、二刀屋も来なかったですからね。残念でした。さあ続いては、あ、チケットの方ですね。チケット確定ですね。確定じゃ SSR 確定ですから、この中では魔王だけが来てないんですよね。交渉ユニット魔王来てください、お願いします。さあミッドウェアはどう動く。ミッドウェアが来て横をプルプルと一回振り返りましたね。左右一回、さあ誰か来る、はいいや持ってるとね、なんと反応が難しいですね。はい、ですね、このような結果となりました。10連じゃなかったんですね。本当に1体確定だったんですね。持ってるキャラクターだとなぜか嬉しいさが半減。でも育つからいいんですよね、このゲームって。育つからせめてね、育つからいいということですね。はい、というわけでですね、最後まで動画を見ていただいて誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ、やはりリーゼロって欲しかった。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。